ということで、あとは一人検証をしたいと思うんですけれども、はい、私のべか、はい、新人どちらかということで、はい、ちょっとじゃんけんをいきますね、はいはい、最小枠じゃんけんぽい。了解です。じゃあまあ10分ほど一人検証の方をお願いしますね。こちらの方からいろいろ指示が出る場合もあるので、びっくりしないように。一人検証が始まったみたいですね。新人が行くようになったんだね。うん。なんとなく今の返事は。多分ライトなくてもトイレに入ってる人が懐中電灯を持ってたら多分カメラには映ると思うんで、はい、定点の方のライトは消した状態でもカメラに映ってるかどうかを確認して検証できそうならお願いします。わかりました。多分定点の方のライトが切れたんだよね。そうですね、切れたんだと思う。ライトめっちゃ切れません今日。切れるね。充電フルでしてきたんですけど、ね、そして一時撮影してなかったからね。うーん、例えば昨日撮影して今日も撮影とかってなったらまあうまく充電できてなかったのかなと思うけど、もう1週間ぐらい行ってないもんね撮影。行ってないですね。だからまあライト使ってないし、全然使ってないからね。まあでも撮影あるあるだよねそれは。正直すべてがなんか霊現象かとかってなったらどうなんだろうと思う。まあちょっと今回のに関しては原因がわからないから、はい。そしたら私新人がじゃんけんで負けたので一人検証を行いたいと思います。個室がある分男子トイレよりちょっと狭い感じがしますが、中の個室の方に入っていきたいと思います。どっちに入ってみようかな。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。トイレの中はどんな感じですか？女子トイレなんですけど、その個室が2つあって本当に狭いですね。まあちょっとね、怖いと思いますけど、まあちょっとだけ待機してもらって、待ってもらって。はい。で、もしね、可能なのであれば、なんか、話しかけるとか、そういうアクションをしてもらっていいですかね。はい、わかりました。その、頑張ります。ちょっととりあえず、個室に、入って待機したいと思います。こないだの実験でされた時とまた違って、雨が降ってるからちょっと最初不気味ではあったんですよね。雨の音と風も強くなった分、最初大丈夫なのかなって思ったんですけど、ちょっと怖いかな。天井か上がもうこんな感じです。もう吹き抜け状態です。電気自体は明るいんで、その自動でつくっていうのもあるけど、あ、こんな感じで消えるのが怖い。つかないのかな、動いてるけど。なんでつかないの。なんで、つかないのかな。一回出てみていいかな。
え、なんで？大丈夫ですか？あれ？あ、着いた。大丈夫ですか？すいません、途中で電気が切れたの、消えたので一回出てしまいました。また入ります。できることならバケタンの方とか、いつもやってる3回ノック遊ぼうなどの、アクションもお願いします。はい、わかりました。いや、たくましいわ、新人。たくましいわ。前はだって、って言ってたもんね。しか言わなかった、うん。だってさっきあれですからね、一回戻ってきたけど、もう一回行きますって言ってましたね。うん、素晴らしい。一回ちょっと、ここ、個室の中で、バケタンをしてみたいと思います。行きます。変わりましたね。もうこの電気が消えるのがちょっともう一回外出ていくの、もう嫌だ。いや、もう今度違う個室に入ろうかな。ちょっとなんかパニックってしまうよ。このトイレは中に入ってたら消えるのか。はい、今だいたい10分ぐらい経ったと思います。なので、まあやってないことあるなら、ちゃんとねやっていただいてよろしいですか。はい、わかりました。なんで消えてつかなくなるの。私いるのに、動いているのに。声が震えてる。怖かったんだ。多分声が震えてた。いやね、あのね、一人検証の時に急にトランシーバー鳴ったらガチでビビるから。いや、もう経験済みですよ。でしょ。いや、俺も経験済み。あのね、延べだけなのよ、経験してないの。俺も経験ある、ゴマもある、新人もある。で、延べだけ経験してないのよね。する側でしたからね。そう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 、これまで。ちょっと小生さんから3回ノックって言われたんですけど、ちょっと出ます。ここがこういう風にドアがもう開いてる状態なので、多目的トイレの方をノックしてみようかなと思います。いきます。誰かいますか？誰かいたら何か反応をお願いします。大丈夫かな？ちょっともう一回ここでもバケタンをしてみようと思います。とりあえず一人検証をこれで終わりたいと思います。今見えたやと思うんですけど、公衆電話があります。で、その電話をかけてもらいたい番号なんですけど、番号はちょっとね、一部分伏せて載せますけど、永久欠番の電話番号。ところがこの番号は過去10年間に契約者が若くして亡くなるという事件が頻発したために、使われなくなったらしい。